はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日はサムネイルにありますように、音楽作品の投稿をしたけれども、再生回数の100回、いわゆる2桁というのですね、そこに壁があって、なかなか伸びない。こういう方は、胸に手を当てると心当たりがある方も多いんではないでしょうか。今日はその辺のところを理由と解決方法、 それをお教えしたいと思いますミュージシャンの YouTube 学校ということでは第5回目になります多くのアマチュア作品が100回前後の閲覧で止まるという疑問に対してお話をしていきます大きく分類すると3つのことをお話しします そもそも、総再生時間が音楽というのは短いということです。長い曲で約5分ぐらいでしょうか。そして、一番ですね、聴きやすい曲。そういうのは3分から4分ぐらいと言われることが、音楽の方ではよくある話ですよね。でも、YouTube の総閲覧時間の率というのは、 ととっても良くててもくぐらいい言われています音楽というのはイントロと一番を聴いてしまうと2番3番はだいたい想像がつきますあこの人ギターが上手だな歌がうまいなだいたい分かってしまうので自分が目的の歌もしくは耳コピーをしようと思っているような曲じゃない限りなかなか エンンディングのところまで聞いてくれませんですからやはりイントロが大事だよということは聞くんですけれども我々音楽を作る時にはそんな YouTube を攻略するためだけに音楽を作ってるわけではないわけですから再生時間が短いということを簡単には克服しにくいですよね。さらに音楽動画というのは 世界中で一番多いジャンルだと言われています。DTM でバンドスタイルでやるものからですね、ちょっと鼻歌とウクレレで演奏をするそういうような動画も含めるととっても参加人数が多いわけです。ですから YouTube を攻略しようと思えば YouTube の仕組みをちゃんと理解しなければ なかなか伸びることはないということです。たくさんの動画の中に埋まるということなんです。いやーでも YouTube を見ていたら何万アクセスとかそういう人が案外たくさんいてるんだけどと思うことがありますよね。でもそれはいいところが見えてるように YouTube はなってるわけでなかなか見てもらうというのは大変なことなんです。 そもそも総再生時間というのが短くなりやすい性質を持っているわけですね音楽というのはですからチャンネルを作った最初が肝心です最初から1万2万これはなかなか難しいですけれども200300というような数に伸ばしていくのにはチャンネルを作った最初が肝心なんです YouTube はチャンネルを作った時に それを優遇してくれる仕組みなどがあるわけです再生時間が短いということは YouTube として本業は何かということは企業のコマーシャルを出したりして PR することが YouTube 本来の目的です収益化してみればわかるんですけれども広告をつける時に先頭の広告というのは 8分以下の動画には広告がつけれないようになっています。おのずと音楽の動画には広告をつけにくいんですね。そうでないと3分ぐらいの音楽で広告を3つも4つも出していたらですね、もう広告で音楽が聴けなくなるわけです。ですから音楽動画自身は広告がつきにくいようにもなっているわけです。よって聞いてもらうための工夫を しないといけないけれどもできないというとってもジレンマがあるわけですね。先ほども言いましたように音楽作品というのは YouTube の中でとても多いです。YouTube はそのうちの誰を優先したいかというと広告をいっぱい見てくれるたくさん再生される動画を優先したい。これはビジネスとしては 当たり前でして、伸びている動画やチャンネルを応援しないと、YouTube 自身が潰れてしまいます。YouTube は収益化してる人、そうでない人とか、そういうことだけではなくって、どちらも広告の誘導自身があなたの動画の役割なんです。ですから、作品の発表するライブ会場とこちらは思っていても、YouTube さんは そうは思っていない。あなたの動画は営業マンなわけです。そのように YouTube の仕組みの理解というのがとっても重要になります。チャンネル開始時は優遇期間があってなるべく応援しようということでおすすめなんかに載せてくれる確率が多くなります。この期間の間に閲覧時間を伸ばせる動画 これを提供できないと、ああ、このチャンネルさんはいくら応援してもダメだということで、今度はおすすめしなくなるわけですね。もうこうなったらですね、いくら AI 君におんちゃらを言おうがですね、なかなか回復させようとしてくれないわけです。おすすめ動画やトップの画面にインプレッション、インプレッションというのは表示のことです。 それには物理的な限界がありますよね例えばほとんどのパソコンユーザーさんは1920-1080というような画面のエリアの中で見ていますしスマホの人は約15センチぐらいのスマホの中でですねたくさんのサムネイルを見るわけですけれどもたくさんといっても パッと一読できるような数っていうのは8個から15個ぐらいの数でしてですねその中に入るかもしくはスクロールして2ページ目3ページ目に載るかによってですね大きく閲覧の数には関わってきますなるべくはトップに近いところに紹介してもらうのがいいわけですけれども YouTube はなるべくならたくさん 広告をを見てくれるる動画を優先しよようとすすのは当たり前ですよね。じゃあ、厳しい話は分かったけれども、それをどうやって克服していくか、その大切なことというのは、視聴者さんに気に入られるのはもちろん当たり前なんですが、それ以上に、YouTube が喜ぶこと、どうしたら喜ぶ、も分かってますよね。広告が、 たくさん見られることなんです。閲覧をしてもらって、単に閲覧回数だけじゃなくって、見てもらったら長く見てもらうこと。これがとっても重要になって、YouTube の一番注視しているところというのは、そう閲覧時間なんです。回数ではないんですね。この時間を 伸ばすようなものでないと自分の力で僕はいい動画を作ったとかですねそういうことで伸ばせるというのは何百万何億とある動画の中で自分を見つけてもらうというのはほぼ不可能でそれは SNS の友達であったりするわけです YouTube が必ずおすすめしてくれたり検索をしてもらって引っかかる ワードここれを重要視すすることが大事なわけですサムネイルが大事というお話はよくどこででも聞くと思うんですがクリックして導くのにはとっても重要でこれがもう一番と言っても過言ではないんですがしかし検索には訴求のワードとか装飾されるワードやハッシュタグですね こういう文字情報があってこそ YouTube は検索されるわけです。例えば楽曲で瞳の奥が素敵な人という曲があります。そして作詞〇〇○○作曲○○というようなタイトルをつけてアップロードしている方がまあ僕の印象からすると8割ぐらいいてるわけなんですがこれは僕から言わせば全く NG です。 こんな名前で検索することはないわけですね。例えばバレンタインの時だったらバレンタインソングであるとかですね。えー、ギターを頑張ったんならば超絶ギターとかですね。えー、別に上手だけじゃなくていいです。初めて生ギターを弾いて曲を作りましたとかですね。そういう風な人は初心者のギターを弾いてる人がそういうワードで検索していることが多いわけですね。 そのようにそういうワードのことを訴求ワードとか言いますけれどもそういう人が検索後に入れそうな言葉というのを入れないと全く意味がなくですね曲名と作詞作曲というようなものは一番伸びない原因の一つになっているそれはほぼほぼ正解だと思います本日のまとめともなりますけれども 再生時間が短い音楽というものに参加人数がとっても多くて埋まってしまいやすいあなたの作品がですねこれを伸ばすにはどうしたらいいかそれは個々の努力というのも大事かもわかりませんがそれ以上に YouTube の仕組みというものを理解して YouTube はビジネスで広告宣伝で成り立っているですから 多く見てもらえる工夫をしていない動画を優先することはできない。おすすめはできない。この YouTube の仕組みをしっかりと把握して動画作りをする。サムネイル、タイトル、いろんな条件があると思いますけれども、そこらを工夫することが必要で、音楽をいいものに磨き上げる。ただそれだけではなかなか閲覧が伸びない。 ここを肝に銘じて頑張っていただきたいと思っています。村長スタジオでした。